チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ。はい、今ね、葉物がだいぶ安くなってきてるんで、今回はね、白菜を使った人気の作り置き常備菜、さっぱりしたね、副菜ですね。箸休めにぴったりな、このすだちね、柑橘を使ったさっぱり系の箸休めにぴったりな副菜、白菜漬け紹介していきます。もうねこれは絶対作った方がいいです。はい、もう人気シリーズ100万回いっちゃおう。今回もうね白菜だけですね使うの。主材料はもう食材の主材料は白菜だけ、あと、この漬け汁にすだちを使うぐらいで、もう材料白菜だけです。簡単で、もう白菜さえ余ってればこれ作ろうみたいな感じですかね。で、白菜4分の 1個ですね。4分の1個でこれ約 500g です。で、この芯も硬いところだけちょっと外してやって、で、この辺から切ってやって、で、こうして並べてやると切りやすくなります。で、この白い部分、これをね繊維に沿って切ります。こうすることでシャキシャキって言ったね、シャキシャキ食感が出ます。繊維に沿って2ミリぐらい、漬物なので2ミリぐらい、葉っぱのところはちょっと大きめ、気持ち大きめに切ってやる。で、あともう葉先はもうね大きめにザックンザックンと、はい、もうこんな感じです。天然の塩を約小さじ1杯、 500g に対して小さじ1杯で 5g、はい、入れます。はい、そしたらこれをね、軽く揉み込んでください。はい、で軽く揉み込んだら、白菜からどん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 ね、水気が抜けますので、このまま約30分置いときます。このまま30分置いて白菜から水分を取り出しちゃう。じゃあね、この間に、漬け込み液をね作っていきます。耐熱容器にみりんを 50ml ですね。で、これをね、煮切り、アルコールを飛ばしたいんで、電子レンジ 500W の電子レンジで約1分ですね、チンします。はい、じゃあね、みりんの方を煮切りしたんで、500W で1分チンしました。で、これ入れます。で、今回はね、これ安丸だしの京風昆布だしを使います。これじゃなくてこっちのね、普通の安丸だしの万能だしパックで作っても美味しくできます。今回は、こっちをね使います。これがすごく合うんですよ、この漬物に。で、このね安丸だし、概要欄に貼っておきますので、これすごくね、いろんな料理、煮物から味噌汁、いろんな料理に使えます。すごく美味しくて、便利なんで、ぜひ皆さんもねこれ使ってみてほしいと思います。概要欄にね、貼っておきます。で、チャラリンコクッキング見たっていうアンケートで、50円引きで購入できますんで、ぜひ皆さんもね使ってみてください。で、これをね1袋1本 8g ですね。これをねそのまま破って入れちゃいます。今回はもう破って調味料として使います。ここに三温糖小さじ1杯入れます。結構漬物の液って砂糖いっぱい入れるんですよ。でも今回はほんのちょっと小さじ1杯だけにして、ちょっとね低糖質にしていきます。はい、でこれよく混ぜます。はい、したらねここにお酢ですね、普通のね穀物酢でいいんで 50ml 入れます。はい、混ぜる。醤油をね大さじ1杯で、ここで、砂糖をねよく溶かす、これがポイントになります。はい、あとはねこのすだちを切っていただいて、すだちが2個ですね、結構たっぷり、すだちがメインなんで2個、これをね、全部絞ります。この柑橘がね、これがね、このね、さっぱり漬けにはもう欠かせないです。
まあ、もちろん柚子でもいいし、レモンでも OK です。レモンだったら、ちょっと、レモンだったらね、もう2分の1個ぐらい絞れば OK。ね、酸味がきついんで。で、今回はすだちの季節、すだちがね、今季節なんで、すだちたっぷり。もちろん柚子でも OK。このタレがもうとにかくね、うん、もうめちゃくちゃうまいです。ぜひね、やってみてください。はい、じゃあね、30分ほど経ちました。ちょっと揉んでいくと、結構ね、いい感じにね、水分が出てます。ね、結構水分出ますよ。で、白菜 500g あったのが、もうね、すごい少なくなるんですよ。はい。で、あとはここで、しっかり水気をね、切ります。あの野菜の水切り器とかある人は、それ使ってください。でうちそういうものがないので、ザルでこうやって開けて水気を切っておきます。これで大体10分ぐらい置いておきましょう。でこれね、水には洗いませんね。こう塩もみしてあるじゃないですか。でその時の塩気がいい塩分になって、それが調味料になるんで、野菜を水で洗って、塩気を抜くっていう作業は今回はしません。この白菜についたほんのりのね、ほんのり白菜の塩気がね、いい調味料になって、それがね、味が決まりますんで。はい、じゃあね、水気の方が十分切れたので、これをタッパーに入れます。はい、じゃあギュッと絞ってタッパーに入れます。はい、したらね、先ほどのこのね、漬け込み調味料ですね、漬け込み、ね、秘伝のこのやばいタレを入れます。とやーっと入れてください。はい、もうこれが最高にうまいんです。ここはすごくね、柑橘のいい香りがしますね。じゃあね、これでやみつき白菜のね、柑橘漬け、あっさり漬け完成です。で、これを蓋をして、庫内温度5度の冷蔵庫に入れてください。庫内温度5度の冷蔵庫で、約ね、半日から1日漬け込んで食べられます。半日以上漬けると美味しいです、味が染みて。で、この温度5度の冷蔵庫で1週間保存、作り置き保存ができるので、あると便利なね、箸休め的な副菜です。ぜひね、これやってみてほしいと思います。簡単だしね、安丸だしで作ってほしいと思います。もし安丸だしを初めて購入するときは、こちらのね、万能だしを、僕はおすすめ推奨してます、ね。これを万能だしで、これを作ってもすごく美味しいです。とにかく四国で一番売れてる出汁で、もうどんな料理にもこれだけで味決まるっていうね、僕が一押しの調味料。まあ、企業案件だけど案件ではないです。これいくら売れてもお金入ってきませんので、はい、ぜひ使ってください。そういう下心はないです。だけど、毎月出汁を送ってもらってまーす。ってことでね、冷蔵庫で1日漬け込みました。はい、開けてみまーす。はい、うまそう。こんな感じでね、やみつき白菜のすだち漬け。さっぱりシャキシャキ漬けですね。完成でーす。ね、いい感じに使ってます。ね、1日ぐらい漬け込むとね、味が染みて美味しくなりますんで、これを盛り付けていきます。もうワンアクセント、黄色か赤が欲しいなって感じはしますけど、はい、こんな感じです。ごまをちょっとかけて、七味をかけようか。こんな感じで、ごまと七味をかけてやる。はい、こんな感じですね。はい、じゃあこれで、やみつき白菜のすだち漬け、シャキシャキ美味しいさっぱりすだち漬けの完成です。うほうまそう。じゃあこんな感じでございます。はい、こんな感じです。じゃあね、早速いただいてみたいと思います。こんな感じです。さっぱり系ですね。箸休めにぴったり。それじゃあね、やみつき白菜のすだち漬け、早速いただいてみたいと思います。すだち香りがね、すだちの香りがふーっと、ね、いい感じですね。じゃあいただきます。これは美味しい。いやー、優しいね。
すごいね、お酢が効いてさっぱりしてて、すだちの柑橘も良くて、ビタミンがね、ビタミンが吸収されていくって感じですかね。油っぽい料理とかにも合うし、今自分が求めていた食べ物、さっぱりしたもの、これはいいですね。白菜がね、白菜がシャキシャキしてて、もう白菜のねシャキシャキ感がまたいいね。これはほんとね、食事のね、後味を、油っぽい料理とかをさっぱりさせてくれて、いい副菜ですね。さっぱり、ほんとさっぱり。柑橘がすんごい効いてる。これ、酸っぱいの好きな人にはたまらない。酸っぱいの好きな人にはほんとたまらない。健康的なね、ダイエットにもぴったりです。太ってるけどダイエットにもぴったりの白菜です。これはこういうの食ってれば痩せるって感じですね。これはやっちまったなって感じですね。はい、ってことで今回はね、やみつき白菜のね、さっぱりした、酢の効いたすだち漬け、これを紹介しました。ほんとね、さっぱりして口の中、体の中さっぱりみたいな感じですっきりします。ぜひね、これが少しでもやってみよう、美味しそう。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、ポチンコお願いします。それではチャラリンコじゃんけん、さあ行くよ。チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ。はい、今回ね、パンパカパーンさ、中国語で白菜はパーサイ、パーサイ、パーサイ。また見てね。